どうも、こんばんは。山城と申します。郵便いろいろ雑談動画、YouTube。えー、今回からですね、えー、郵便物の種類の特殊取扱い編ということで、えー、特殊取扱いというものになるものを、えー、いろいろお話しできたらなと思っております。えー、特殊取扱い、そもそも何や、特殊取扱いって何な,んなんのやっているところなんですが、えー、早速その辺りから見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 はい。ということで、えー、早速特殊取扱いについて見ていきたいと思うんですが、えー、そもそも特殊取扱いって何なのかっていうと、えー、今までのところでですね、えー、お話ししておりました、第1週郵便、第2週郵便、第3週郵便とかですね、えー、そういったのがまあ基本の、えー、郵便の種類になってくるんですが、そこにですね、いろんなオプションをつけることができますよっていうのが、えー、特殊取扱いっていうふうになっております。えー、ですので、えー、例えば即達、 まあここに書いてあるのですと、速達とか特定記録とかいろいろとここ書いてあるんですが、こちらに書いてある一覧は、あくまでも特殊な取り扱いということで、基本料金とはえ別にプラスでえ料金載せてもらうと、そのえオプションのえ恩恵が受けられるというようなシステムになっております。簡単なイメージでいくと、JR さんとかで、 列車に乗るときに乗車券を買うんやけど、新幹線に乗るときはそれに特急料金とかね、指定席とかね、い、えー、りますね、えー。そういうのは乗車料金に、運、え、賃、ーねうん、のところですね、運、う、賃、ん、のところに、えー、プラスでオプションをつけると特急券で特急に乗れたり、えー、指定券で指定席に座って、ね、移動できたり、グリーン券買ったらグリーン席で、ね、乗って移動できたりとか。で同じように、えー、郵便でもいろんなオプションをつけることによって、それぞれいろんな、えー 恩恵、えー、ですね、えーと、特色を受けることができますということで、えー、書いてあるのがここにですね、即達、特定記録、配達日指定、書き留め、えー、一般現金、簡易とあってで、えー、配達時間帯指定とありますと。で、えーまあ、言葉だけでまたおいおいですね、えーちょ、いくつかに分けてですね、えー、と、第、えー、基本の方の、えー、お話と同じようにですね、えー 話の方ですね。いくつかちょっと分けて、えー、分割して多分お届けすることになると思うんですが、えー、まず最初にですね、えー、ざっくりと、えー、この特殊取扱いというものを使うときに気をつけなきゃいけないことということで、えー、下に赤字で書いてあります。えー、これですね、即達以外のオプションをつける場合は、郵便ポストでは引き受けできません。 えーですので、この一番上に書いてある即達、即達というのは、これはですね、ポストに入れて送ることができるんですが、あの送るときにはちょっと気をつけなきゃいけないことはあるんですが、ポストでは受け付けしていますが、他のもの、特定記録とか配達日指定書き留め、特にこの特定記録とか書き留めで多いんですけど、え、ー レターパックですね。以前にお話ししたレターパックはあれ、ポストに投函できるんで、同じように追跡つくやつでも、えー、あの追跡がですね、あのバーコロがつくようなやつでも、あこれポスト入れときゃいいんやって言って、結構ね、入れておられる方を見られますもので、えー、そうするとですね、これね、最悪の場合届かないっていうふうなことになってしまって、あの、送り返されちゃったりとかってですね、あの、手元に戻ってきたりとかっていうことにもなりますもので、えー まず大事なこととして大前提として、速達以外のものはえ全部、ここに書いてあるのは全部郵便局の窓口ですね。で、受付の方をしているおりますので、必ず郵便局の窓口に持ってきてもらう必要があります。コンビニとかでもこれはちょっとあの取り扱いはしてませんので、郵便の取り扱いありますよって書いてあるところでも、え、ー 基本的には、えー、これらは、えー、コンビニとかでは、えーえー、あの持っててもできませんので、えー、それだけあの気をつけていただきたいなと思います。で今回はそうですね、えー、まずは速達からですね、見ていこうかなということなんですが、速達、えー、要は、えー、郵便版の急行券、まあ、特急券とかですね、要は早く送りますよっていう、えー のが、えー、この速達というものになります。えー、料金はですね、これは、えっ、ー、と、一番安いのは280円から、えー、ですね。十グ0ムまでは、二、えー、280円。プラス基本料金。ですので、例えば82円の、えー、定型郵便ですね。第1種定型郵便で、八、えー、82円のものを送る場合は、82円二280円プラスで、362円で送れますよ、と。で、これ、あの、意外と知られてないです。2 5 0ムを超えてくると、えー プラスの料金になってきます。380円、4kg まで650円と、えー、なってきます。で、えー、まだちょっと、おいおい話をすると思いますけど、U メールでそこだと送る場合は、ちょっと料金が変わってくるっていうことです。U メール自体がですね、ちょっと今、まだ、ね、あの、おいおい説明するところになってくると思いますので、えー、ちょっと避けとこうと思います。ただ、まあ、基本的にはこれですね、280円、380円。まあ、この280円っていうのを覚えておいたら、250g 超えるのっていうのは、あまり、 えー、一般で、えー、送る機会は少ないかなと思いますので、この280円というのをまず覚えておいていただきたいなと思います。で、まあ、目安としてはですね、速達を早く届きますよということなんですが、えーまあ、全国どこでもね、一番早い、えー、便で送るようになるんですが、えーまあ、やはりあの地域によって、えー 正確にね、全部を、えー、ここやったらここに行くよっていうのをですね、あの、自分のね、あの、配達所しとるとね、地域、このね、三重県のね、地域でしたらね、大体はね、わかるんですけど、全国すぐにはわかりませんもんで、目安としては、えー、例えば大阪とか、これ別に名古屋でもいいんですけど、大阪のところで、えー、17時までにですね、17時に差し出ししたものであれば、えー、東京23区、 ええー、翌日の午前中には,、えーはえー、配達が行きますよっていうようになります。まあ、あの雪とかですね、えー、災害とかであの遅れる可能性はあるかもしれませんが原則はこれでこんな感じで。えー まあ、大都市間ですね、えー、基本的なところ、えー、東京、えー、大阪、えー、名古屋とかですね、えー、で東京から東北とかで,でもで、仙台とかやったら多分大丈夫だと思うんですが、そこから越えてくると、ちょっと九州とかに行ったり、ですね、えー、北海道とかってなってくると、ちょっとまた午前中とかは難しくなってきたりとか、えー、あとは例えば気をつけないといけないのは、えー、と。 例えば三重県からやと,、えー、と横浜とかだと実は東京はあの午前中に着くんですけど横浜とかだと午前中に着かない A ケースとかありますもので。えー そういったふうにちょっと細かく実はあるんで、あの、それは郵便番号でですね、あの、郵便局のサイトでですね、えっ、ー、と、郵便番号、ここの郵便番号か、この郵便番号に送ったらどういうふうになりますかって、あの、全部見れるサイトございますので、それでか、念のため確認をいただいたらいいかなと思います。で、えっ、ー、と、ここに書いてあります。これちょっと、えー、専門用語出てきますけど、えー、ここからですね、それぞれの、えー、種類についての特徴を まずこれ、無償席、追跡なし、賠償なしで対面配達で、えー、不在時は受け箱等間というのが、即達の特徴になります。 えー、これちょっと言葉説明してきます。無償席というのは、償、え、席、ー、っていうのは、要は、はんこやですね。印鑑とかサインをもらう行為のことを償席って呼んでます。で、えー、これがないですよ。要は、ハンコやサインはもらえませんよっていう。 ものが速達ですねで、えー、追跡もありません。これ、要はバーコードがついてくるやつですね。えー、11桁もしくは12桁の、えー、番号郵便局、日本郵便では使ってますが、えー、その、えー、バーコードでの追跡サービスっていうのはありません。えー、で、えー、これは、ここ大事になってくるんですけど、賠償もありません。えー、これはですね、あの 基本郵便のところでもお話しししてましたけど基本郵便物というものには、えー、賠償がつかない、いわゆる保険がない。ですので、例えば中身が加えとったりしても、えー、一切、えー、そういった時にあのお金の返金とかは一切できませんよというサービスなんですが、えー、そこだともこれは賠償がありません。これ気をつけないといけないのが、えー、これ JR の特急券と違ってですね、えー、これ JR の特急券は、えー、と2時間以上、えーあの 遅延した場合でしたっけの、えっ、ー、と、遅延時に、あの、払い戻しの保証があるはずなんですが、特急料金の部分がですね、払い戻しがあるっていうことのはずなんですが、えー 即達の場合は、これ9、9同じように、ね、280円、ね、82円にプラス280円払って、早く届けてくれって言っとるやつなんやから、うん。それは届かんかった時には、お前なんや言っとったのに、結局、朝のうちに届かんくて、ね、会議の資料が台無しやでないやかか、とかってなった場合には、えー、これ、あの、ね、 あの不利益被ったからね、その分、あの返金しろや、とかって言われても、これ一切できません。280円の料金も戻ってきません。えー、ただ、謝ることしかできませんっていうことですので、えー、非常に実は、あのここ、えー、よくトラブルに、えー、なるのかなということなんですが、あらかじめ覚えておいてもらった方がいいかなと思います。あくまでも郵便の速達の場合は、早く届けますよというサービスですけど、それで何かであの遅れたとしても、それによる 返金とかはできませんよということです。えー、この方、ここが多分一番、えー、間違いやすい。 ポイントかなと思いますで、えー、あと気をつけないといけないことというか、気をつけないという,というか、えー、これはですね、えー、多分出してる方ならわかるかなと思うんですけど、速達を出す場合は、えー、必ず宛名面ですね、あの代々様とかで書くところに、えー、速達と赤字で明記をする必要があります。これ、あのしっかりと書いてもらっておく必要があります。で、これですね、実は私もよく知らなかったんですけど、一応ホームページですね、郵便局のホ ホームページで確認しておったら、側達の場合は、右上部、右側部に赤い線を表示してくださいというですね、えー、規定がありました。ですので、えっ、ー、と、ちょっとだな、ちょっと、よいしょ。 これ今、今、えー、日本郵便のホームページの方を開きましたけど、えー、これですね、速達のところに書いてあります、まあ、スピーディーにということなんですけど、これですね、えー、ご利用になった後、表示方法としては、一応、オフィシャルの案内はこうなってるんですね、赤い線を、えー、郵便物に持ってた、荷物なら、右上部または右側部、こんな感じですね、ここの部分を赤く塗っておいてくださいよ。 っていうのが、これ、速達の一応、オフィシャルの案内ってなってますね。えー、ただ、あのですので、速達と書いてなくても、一応、こういう表示がしてあれば、で、あの料金がは支払ってあれば、速達として取り扱うみたいなんですが、ただ、やはり、の念のため、ですねえ必ず速達っていうあの赤い文字は入れておいてもらった方がいいとは。 個人的にはえ思いますが、まあ、サービスとしてはこういうふうになっておるということなんですね。で、もこれも書いてありますけど、えー、UB 窓口かポストへ投函してくださいということなんですね。で、よいしょ。で、えー、ここでですね、えー、気をつけないといけないのが、えー、窓口で引き受けをする場合はですね、えー そんなに問題にならないです。その場で,です、ね、聞いたら、まあ、それこそ多分局員の方に聞いたら、ここの地域でしたらあああの、午前中に届きますよ、明日の午前中に届きますよとか、これはちょっと昼以降12時14 2時1時以降の配達になりますよとかっていうふうにですね、案内ができるかと思いますし、その通りに基本的には行くようになっています。というのは、即達の場合は、 えー、普通郵便とは、えー、ですね、えー、全く分けて、えー、配送のです、ね、手配をかけるようになっています。もう、えー、速達と、あとはかけてもメモ分けるんですけど、当然ですけどね。うんえー、速達の場合は、えー、ですので、えー、ちょっと、えー、深い。 ね、ちょっと話がそれてしまいますけど、普通郵便というのは基本的に全部機械でですね読み取りをして、えー、よくワンパス、ツーパスなんて言われる機械があるんですけど、いわゆるもう全部機械がですね全部データ読み取って、ですね手書きのやつとかも全部データ読み取って、えー、それで、えー、これはこういう感じが書いてあるで、東京都何々区だたや、荷物やとかって、ですね全部機械で分けるんですね。えー、ですのであの、対応の郵便を、えー、早い時間で、えー、さばけるっていうことでお安くできるっていうことなんです。 けど、えー、反面、ですね、えー、読み間違いですねバー機械がですね、えー、そのデータをですねまあよく手書けの時に多いんですけど、えー、データですね郵便番号の、えー、文字を読み間違えて510をですね560と呼んだりすると、えー、一気にこれ、510がちょうど三重県ですけど、えー、から、えー、560になると、へーと560やと大阪かな、えー、豊中市やったかなと、あっちの方になるはずなんですけど。うん の方に間違といういうに、えー、なってしまいますもので、そうすると、ですね、そこからまた戻してとかってなりますもので、当然、えー、日数、ですね、えー、時間がかかってしまうということなんです。ですので、そこだとそういうのがないように、えー、全部これですね、えー、と手作業で。えー 分けますね、その引き受けしたところからあの配達にかけるところでですね、で、そこたつはそこたつで、専用に人分けてですね、えー、配達の準備をこうしていくってなりますもので、まあ、そういうふうにしてですね、えー、もう、ですので、えー 先ほどもちらと言いましたけど、別に返金とかができるわけじゃないんで、遅れてしまったときに。えー、逆に言うと、そこはですね、えっ、ー、と、しっかりと、えーね、それでも料金をしっかりもらってね、やっとるわけですから、高い料金ね、もらってやっとるわけですんで、そこはですね、えー、まあ、変な話、えー、まあね、人手かけて、えー、やる、まあ、テーマムみたいにな、な、考えで追ってもらったらいいのかなと思います。ですで、えー、そういうふうにやりますもので、えー、これですね、 えー、引き受けする際には、まあ、基本的にはそういうふうにちゃんと届くように、えーまあ、しておるんですが、えー、一つ気をつけ、そこで気をつけないといけないのが、えー、ポストで引き受けをする場合ですね。ですので、ポストに、あの郵便ポストですね、街にナル赤いポストに、えーまあ、コンビニとかでもありますけど、そこにですね、えー、ポンと入れるときは、えー、これですね気をつけてほしいのが、えー、投函するポストの取り集め時間ですね。 えー、ここに注意しておいてほしいと思います。えー、ですので、えー、例えばポストにですね、えー、と4時に入れた。ね、4時、えー、夕方4時、えー、16時にポストにポーンと入れたよと。うん まあでも17時ぐらいまで出しとるから、まあね、大阪でね、16時ぐらいにポンとポストに出たから、まあじゃあもうにね、大丈夫や、明日の午前中に届けろと思ったら、実はそのポストがですね、最後の、例えばえ取り集め時間が15時で終わっとるえようなポストがあるんですね。そうするとですね、15時ですね、午後3時で終わっとるところに、午後4時のにえポストに 入れるとそのままもう次の日の、えー、15時か、まあそ、その前に、ね、午前中に取り集めあるかもしれませんが、1日1回の15時の,、えー、その取り集め時刻の、えー、ポストだったとした場合ですね、えー、その、えー、16時にポストに、えー、入れると、えー、翌日の15時に回収になってしまうんですよね。でですの丸と1日、えー 遅れてしまうということがあります。ですので、えー、ポストに入れるときは、えー、ポストの自分の今の現在時刻と、ポストの、えー、開館時間ですね、その取り,あ取り集め時間、えー、が、えーと、必ずポストにですね、取り集め時刻がですね、えー、どこか横か前かにですね、必ず貼ってありますので、それを見て、あ、大丈夫やなと。うん、あこ,れこれやったら、えー、この後に会社に来るから大丈夫やなとか、えー もしくは、えー、あかんかんかんこれもう、取り集めのね、あの回収時間、まとるわという場合は、ちょっと最寄りの郵便局なりに、もしくはね、あの、後からですね、えー、回収する、えー、ポストにとかでですね、えー、入れてもらわないといけませんので、そこだけ、えー、一番気をつけていただきたいなと思います。えー、そうですね、即達の,の場合はそれくらいかな。あ、あとポストに入れる場合はですね、えー、と、 ポストの受け口が2つ口のものと1つ口のものがあるんですけど、2つ口のものの場合は、えー、必ずですね、えー、普通郵便ってなってる、一般郵便物ってなってるところじゃない、えー、即立レタックス、速、えー、達レタックスも書いてあるか、速、えー、達国際郵便物、えー、レターパックと A はこちらに入れてくださいっていうふに、えー、受け口が分かれている場合は、必ず、えー、分かれている、その、えー 受け口のですので、今だちと右側かな。ですねそちらの方に必ず入れてもらうようにお願いします。ここでですね、特に分かれているところの場合は、一応ね、確認はね当然するんですけどね、あのね何千通、何万通とねある中でですね、いつその普通郵便の方にポンと入れとると気づかずに、ねあのそのまま普通郵便と。 と同じように機械の方に流れていってしまってということも考えられますので、えーあのー、これはですね、えー、入れるときにもし、結局違う1個の場合はもう仕方ないんでね、そこに入れてもらうばい、えー、ですけど、この2つになっている場合は必ず分かれている側達を入れる、こちらに入れてくださいと書いてある方に入れてもらう方が、入れてくもらうようにお願いします。 ということですね、速達は以上ですね。あ,あと、えー、速達のところ、一つ大事な説明、大事というかですね、えー、説明しといた方がいいかなというのが思い出しました。えー、と、えー、これですね。えー 対面配達ってなってるんですね。そこだとは、えー、実は対面でですね、お客さんにお渡しします。確実にちゃんとね、受け取れました受け取らせましたよっていうねいうふうにするのに、えー、特にね、追跡とかでバーコードとかで時間とかのデータ残らないんですけど、えー、必ず対面で渡すようにしてます。ただ、えー、これ、ね、早く渡すことが目的なんで、えー、対面で行ってみたけどおらんかったよという場合は、えー、これ、 受け箱ですねお客さんのポストに投函されるんですが、この際ですね、特にこれが集合住宅の方ですね、気をつけないでいただきたいのが、セキュリティのないですね普通に入れる公共住宅みたいなところです、公団さんの団地みたいなところとかでですね、普通にあの4階とか5階までですね玄関の ね軒先まで行けるところの場合は、えー その、えー、とですのでドアのポスト、とうちらドアポストって呼んでるんですけど、えー、であの1階にねわーっと全部の部屋の方が置いてあるのを、えー、集,合受け集合受け箱って、えー、呼んでおるんですけど、普通の郵便はその集合受け箱に入れるんですけど、速達の場合は、えー、あくまでも対面に渡そうと上に行きますもんで、速達郵便だけは、えー、そのドアのポストにがある場合は、そのドアのポストに、えー、投函がされますので、えー 実際にクレームというか、ね、入ってきたケースで、うん、やとあの即達で頼んどったやつが、うん、あのポストに入ってないけどどういうことやって言って、ね、えー、なんや、なんやと散々探し回ったら、その方のドアのポストの方に入ってったもんで、お客さんがいつも、ね、郵便は1階のにある。 集合受け箱の方しか見てなかったもんで、えー、気づいてなくてっていうことはですね、えー、結構あの速達の配達があると、うんえー、時々、えー、起こる、えー、トラブルですので、えー、速達はが届くなとかっていう時はえっ、ー、は、ドアのポストですね、えー、の方に入るんで、そこはちょっと気をつけておいていただきたいなと思います。で、ど定形以外とかで郵便でとかでですね、えー、その、 ドアポストに入らない場合ですね。ポストに入りあの相関が仕切らん場合は、あの、これは、あの、u バッ c とかと同じように、あの、えー、持ち戻りって形になりますもので、えー、ちょっと、えー、そういうこともありますので、そう、これだけお気をつけください。えっ、ー、と、そうですね。これだけですね。えー、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。